厳選ニュース、海外の反応、国内の声をお届けします。予算措置、ワクチン接種、無理なく達成も。アレ政策の非科学的風潮。政府アレ症対策分科会は、まだエビデンス提供できず、人流抑制重視し続けるのか。2021年を振り返ると、東京都などで年初から9月まで大半の期間で新型アレの緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発令されていた。その間、東京五輪パラリンピックは無観客で開催され、ワクチン接種は急速に進んだ。この1年について、日本は何を教訓とすべきだろうか。菅義偉前政権はワクチン一本足と言われたが、結果として正しかった。筆者は、ワクチン接種1日100万本を無理のない計画だと話していたが、多くのマスコミは当初できっこないと頭から否定していた。実際には冷凍庫の台数や打ち手の確保、事前に予算でしっかりと準備したので無理なく達成できた。このペースは海外と比較しても同程度であるのに、マスコミは結論から逆算したものだと根拠のない批判をしていた。菅政権はワクチンと同時並行してピンポイントで規制をかけ、経済への打撃を最小限にしようとしたが、政府分科会は経済全体へ影響が大きい人流抑制の一本やりだった。マスコミも政府批判の大合唱となり、結果として分科会の意見が政策となった。もっとも分科会はエビデンス根拠を提供できたとは言えず、説得力を欠いていたと筆者は考える。筆者は国際比較データから日本のアレ者数やアレ数が諸外国より低いと客観的に言っただけで、マスコミから叩かれた。筆者はただ単に、欧米と比較すればアレが少ないのに、五輪パラリンピックを中止したら欧米からどう思われるかとツイートしただけだが、反対派から攻撃された。そうした主観的非科学的な風潮も政府の対策が人流抑制重視となった一因だろう。五輪とパラリンピックは無観客だったが実施できた。科学的には一定の観客を入れても問題なかったが、一部からの批判を過度に恐れたのだろう。こうして分かったことは、人流抑制よりワクチンをいかに早く打つかが重要だということだ。新変異株のオミクロン株はアレ力は強いが、毒性はデルタより弱いと言われている。またワクチンはデルタやオミクロン株などの変異株にも有効とされる。その観点から言えば、国際比較で日本が3回目のブースター接種で遅れているのは問題だ。ワクチン在庫があるにもかかわらずだ。大学入試の規制強化をめぐる一件もおかしい。文部科学省は国公私立大の個別入試について、オミクロン株アレ者の濃厚接触者は症状の有無にかかわらず受験を認めず、別日程での受験とするよう各大学に通知した。なぜ毒性の弱いオミクロン株で人流規制強化なのかと批判は強く、岸田文雄首相は再検討を同省に指示し、一定の条件の下で別室での受験が認められることになった。オミクロン株はいずれ日本でも流行するだろう。しかし、どれほど重症者やアレが出るのだろうか。それまでワクチンのブースター接種を急ぎ、全面的な人流抑制に頼らないようにすべきだ。高橋陽一元内閣参事官、下越大教授。ザクザク日本の解き方より。以上、ネットの情報。以下、日本国内ネットの声。この人
何も分かっていない。ワクチン接種の速さなんて今は何も意味がないってことを。ワクチン接種前、メーカーはその抗体の出来具合などで 90% 以上を誇っていたはずだ。でも実際にはワクチン打ってもあれは防げなかった。抗体ができたのかどうかわからないが、その効果は一時的なものであった。少なくとも日本人には打たなくても現状のようにあれ率は下がっただろう。年寄りに打っても、それ以外は打たなくてもよかったのである。平均寿命に何の影響もない。私は65歳であるが打っていない。最初から意味がないからである。それはどうかな。あなたの主張には根拠がない。インフルもそうだが、ワクチン打っててもあれはする。しかし重症化は防げる。ワクチン接種後のアレ例が1000以上あるが、ワクチンがアレ原因なのはゼロ。私の友人が5月、70歳でいんだが、あれ前まで文字通り健康体だった。67歳の弟が感染し入院、多臓器不全で生死をさまよったが、なんとか生還してくれた。65歳のあなたがワクチン拒否で感染すれば重症化のリスクが高い。罹患中の症状は厳しく、高熱に悩ませられる日々が続き、回復しても後遺症がある。感染して苦しむのは本人だが、家族、医療従事者に大変な迷惑をかけることになる。ワクチン接種派も盲目な人が多いよね。オミクロン株、重症者が少ないからと3回目打たないと言ったら叩きに来る始末。ワクチン信者かよ。ブースター接種も非科学的だよ。2回打ってダメなものが3回打って効くわけないよ。あれの毒性はインフル以上のものでないことは現実が示している。科学的が大事と言いながら非科学的なことを主張する。新聞記者レベルかな。高橋も第5波の前にさざ波と言い、自分で提示したグラフの解説すら間違え、ピークアウトの憶測を外した。高橋氏の言うことは全く説得力がないのだが、人の流れの抑制で経済が沈むのは確か。ならば人が流れなくても経済が回るような提言をしてみてはどうかな。氏自身が既得権益の上にふんぞり返っているからこういう分析になるのだと思うよ。高橋は孔子の怪力乱心のことを語らず、すなわち怪しげなこと、不確かなことは口にしないという態度を見習った方がいいぞ。分科会がダメダメなのは賛成しますが、現在の日本であれこれ数が世界に比べてはるかに少ないのは科学的な立証以前の事実だから、その過程がわからなくても成果を出しているこれまでの政策がおかしいとかいうことはおかしい。あれ対策は科学的だけでなく政治的、経済的なモチベーションでなされているのはある意味当然でしょうし、そのおかげで今現在ほぼ全ての飲食店が営業できてるわけだから、何に文句言ってるんだ。新型の影響で飲食店の倒産は2020年過去最多となっている。2021年になってあれかの各種支援策が走行して飲食店の倒産総数は減少したが、新型関連が約5割を占め、まだあれ拡大の影響を大きく受けている。少しはデータを見て発言した方がいいよ。高橋先生の主張に賛成です。オミクロン株中心の6波にもワクチン接種、マスク、手洗い等で対応するしかないでしょう。緊急事態宣言時、通勤ラッシュは相変わらずでしたが、クラスターが起こったとの話は聞きません。人流はあまり関係がない証拠です。ワクチン接種のあれ防止効果はあります。
荒れ防止効果がないという話は、報道したマスコミがあれなのか、発言した医師が舌足らずのためです。ワクチン接種2週後に、約 90% であった防止効果が、半年後に半分以下に下がる、ということです。ブースター接種は、それを元の効果以上に戻すためです。オミクロン株による6波への対策として、政府がブースター接種を急ぐのは当然です。あれ陽性者が増加してくると危機としてメディアの煽りを助長するために出てくるオミクロン。岸田政権でも分科会会長として残存しているのが腹立たしい。あれこれよりオミの方が社会のダメージの原因になっている。オミのようなどうしようもない人間が惰性で地位を得ている状況こそ恐ろしい。安倍菅政権のような実務に長けた政府から岸田のような無能極まりない男の政権に移行した状態で再度あれこれの陽性者数が増加してくると大して重症化しないというオミクロン株に対して尾身軍団率いる分科会が差配する人流抑制一本足に拍車がかかり、法的根拠無視のロックダウン宣言などという暴挙を起こしかねないですね。あれの前に岸田も尾身も駆除すべきです。ゼロコロナを目指す前にゼロ宏池会にした方がいいかも。あれ社を隔離しろ、外出を控えるなんて紀元前からやってんだよ。学術誌に論文を載らない尾身は一体何の専門家なの。この分科会会長は元厚労官僚で、学位は自治医科大学で取得したことになっているが、学位研究内容がプライバシーとして荒れされていて、何やっているのか不明という薄気味悪さ。やっていることは観光楼の勤務医運動員のサボタージュや行政活動の荒れ工作活動支援なのかと思えるほどの不可解さ。一床2000万円の補助金荒れの幽霊病床の理事長が何をほざいている。尾身はある意味戦後最大の荒れ者だよ。政治家や官僚の汚職なんぞ多くても数億円。尾身のおかげで被った被害は億単位では済まない。被害の規模が桁違い。何の根拠もなく飲食店がとか言い出して飲食店いじめ始めたのがこの人物。このような人物および無能な分科会のメンバーは厳しく処分し責任を取らせるべき。安倍元総理の唯一の荒れ対策の失敗は尾身氏を重用しすぎたことだ。持病が再発しなかったらと今から思うと誠に残念だ。聞く耳だけの岸田氏には尾身氏の更迭はとてもできない。急がれるのはワクチン接種と飲み薬の承認配置だろう。記事にあるように分科会が前に出すぎた。勝手に記者会見を開いて国民を不安に陥れた罪は大きい。人流はその最大のものだ。政府と分科会の間で徹底的に議論をして、それから対策を発表すべきだった。テレワークできる人はすでにやっていたわけだし、英国と比べるとあれ社は人口比で20分の1だったことを思うと、人流抑制にどれほどの効果があっただろう。ワクチン接種が進むごとに陽性者は減って、特に高齢者のあれが格段に減った。効果があったと考えざるを得ない。ブースター接種は高齢者をはじめ免疫力の低い人には特に必要だ。弱毒化しているのが本当なら第6波は大きいものにはならないだろう。政府の政策は全て疑い、あれし、罵倒しても、それが成功すると知らん顔で別ネタでの政府叩きに移るのがアルメディアの常道。新聞記者はあれの専門家です。
マスコミと年寄りが日本を破壊する。朝日新聞等はオミクロン株の威力が弱いと、知れ渡りすぎてて、もうみんなビビらないと判断したのか、新変異株とわざとオミクロンの名前を出さないようにしながら、あれを恐れろという煽り記事を流しています。このようなことからもわかるように、騒動はマスコミによる煽りすぎによって起きた。必要のなかった経済あれ渡航しまくったのは、世界からはぶられつつあった経済演奏真っ最中の中国。結局これからは年に数回ワクチン接種が必要だということ。オミクロンの次はどんな変異をするのか不安しかありません。あれがなぜ日本だけこのように激減したのか、これが分かれば今後を含めあれ症対策に大きく貢献できる。なのに専門家会議は未だファクター X を特定できずにいる。それどころかまたぞろ人流抑制一辺倒のピント外れな対策の提案ばかり。専門家会議はメンバーを総入れ替えすべきだろう。以上、日本国内ネットの声。ご視聴ありがとうございました。今回の動画はいかがでしたか？この動画の情報や内容にご共感いただける方、今後の動画をご期待いただける方は、画面右下のグッドマークをクリックしていただきますようお願いします。また、一言でもコメントをいただけたら、ありがたく存じます。ただ、ヘイトとみなされる文言は YouTube からブロックされますので、ご注意ください。最後に、チャンネル登録と通知音をお願いします。チャンネル登録していただきますと、登録済みの横にベルマークが表示されます。そのベルマークをクリックすると通知音になります。これで、このチャンネルが新しく動画投稿したとき、その情報がすぐにご連絡できます。どうぞよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画もぜひご覧ください。画面左はこのチャンネルでご覧いただきたい動画です。クリックしていただくとご覧いただけます。画面右はこのチャンネルの最新動画です。もしご視聴がまだでしたら、ぜひご覧ください。